ればよかったのに、異世界生物がわけもなくこんなところに現れるはずがないもん。逃がせない。この怪物たちの意識を読み取ることができればな。残念だから、局長、やっと戻ってきてくださいました。下町に異界の無所属の生命体が現れたのです。スノーを処理に行かせました。また目覚めてないのですか？もっとして心配には及びません。新人だけど。この怪物たちは私に任せて。はい、スノーちゃん。局長があなたの戦い姿を見に来たのよ。は？何？相変わらず冷たいな。扱っその覗き魔変態。何が？あらら、そんなことしたらお姉さんは困りますよ。どう？私の言った通りでしょう。あの子は元気いっぱいよ。どうかしましたか？変態局長。局長は面白いね。
スノー、気をつけて。前方に大量のモンスターハッ。覚醒スキルって神話武具を話すこと？うん、だから君の使用回数を制限して。ならば遠慮なくやらせてもらうわ。やり尽くせ。出番だ。解決した。異常反応確認なし。くそ、この知能なしの役立たずめ。解決。やっと終わった。役に立つ情報結構集めたね。は？何よ、その変な呼び方。ごめんごめん、これは確かお兄ちゃんが生まれた国で可愛い女性呼び方らしいですよ。その変な解釈に俺を巻き込むのはわけわかんねえだろう。いえ、スノーが退治したガイプスらは意外展開のとだけど、このガイプスたちが現れたのはきっと下ま…うん、そうすれば…何？明日まだそんなところに行くの？それは残念だね。海峡計画局に入った瞬間から人類を…好きで入ったわけじゃないの。ほう、エージェントになって戦うより、あんた悪魔か？そんな怪物や虫よりスノーちゃんをからかうのはもう新しい装備準備できたわ。早くそ…みんなが笑い合えるこの場所、なんだか落ち着く。言いなさい。ファラワに何の用じゃ？敬愛なる女王陛下、バフメット様が気になる聖者の死をあり。海峡計画局？それは始祖の方々と名誉。女王陛下、我らぬいぐるみは忌まわしい人。海峡計画局の覚醒者、大半聖者の主の…ふーん、そなたの言うことも一理ある。ありがとうございます、女王陛下。局長殿、スノに昨日のブログ調査に差し出した
警察にも周辺を規制するように通報した。ええ、セントフランシス女子学院2年生、6ヶ月前あの大震波の後に力を目指、現在は学生の周期探検なのでしばらくは大丈夫です。確かにこの町に聖者の書があるよね。たやすく人間。確かに女王陛下、昨晩ここで発生した時空うさぎちゃん、そんなメスともない。この私もバフメット様が作ったものを。バフーン、一応信じておきましょう。女王陛下、私をからかわないでくださいよ。はあ、確かに微弱なエネルギー反応がある。チッ、こんなところに隠れてたら怪物どもに見つけられないと思ったのに。だけどこの怪物どもは昨夜に現れたの。前の店に耐性怪物の群れがいて、誰かこんな耐性の怪物に取り囲まれる様子じゃ。言われるまでもない。女の子をいじめる。あ、ちょっとスノー、私こんな時にあれこれ構っていられる。あ、逃がさない。止めた。を封印したなんて。これはバフメートのターゲットか。あんたは海峡系。そうよ、助けに来たのさ。やっと終わった。
局長、敵の正体が突き止めました。バフメットの手下、スペードの女王ビチェス。その子はすでに自我を覚醒して、自分に名前を付けたの。しかも、異界を現実世界と接続する目標はこの重機連にある聖女の章のようです。でも、今までここにマッチングできるエネルギーの発局長、何か思い出しましたか？つまり、その子の家に聖女の章がある可能性が高いってこと？了解しました。みんなの洗い合えるこの場所、なんだか落ち着く。局長、なんで急に思い出話したんですか？8歳、オーストリアとドイツの地下組織がマトリックスの研究資料のため、大層な人力と火力を使ったと聞きました。局長はなぜ彼ら親子を知り合ったんですか？昔の同僚、そんな、あんまりにもひどすぎ。お疲れ様です。ピエロが相手に、はい、傭兵。様が気になってる資料か。クソ、親父が残したもの返せ。はあ、何かバカなこと言ってるのか。この畜生。お前らゲスな人間どもめ。スノー、ビチェスが作り出した結界は、畜生、親父が残したもの返せ。スノー、イビットを止めて。彼女はああ、わかったよ。スノー。